どうも、キスケです。今回は木染めパーティー使っていくんですけど、お前らまだチンタラチンタラ試合してるんすか？ダメダメ、勝つのも負けるのもやっぱり早くなくっちゃ。やっぱ PVP はスピード感が大事なんで、まあ、この木染めパーティー、本来なら、まあ、このヒットの相棒枠、フルフリとか防御タイプの方がいいとは思うんですけども、今回は、このベジットブルーを採用してるということで、合体戦士関連で、変身ベジットにしてます。もうなので、もう火力しか出せない火力しか出せません。相手から攻撃もらうと、ワンコンで2体は瀕死状態になるっていうこんなにさ、もうヒリヒリするパーティーないでっていうぐらい使ってて楽しかったので、ちょっと紹介しようかなと思います。で、逆にね、攻撃もらったらやばいけど、逆に攻撃与えると、そのまま勝てるっていう感じにはなるので、非常に、先手を取れるか取れないかっていうところが、まあ、大事になってくるパーティーかなと思います。はい、まあもうチンタラチンタラやってるやつら、このパーティー使ってみてや。もうね、試合時間が倍は違うマジで体感倍は違うんで、すごいおすすめになってます。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。まさかの木染めミラーですね。よろしくお願いします。ただ、緑、紫入ってるけど、まあ、紫は確実に出てこないとして、多分、キャラクターのパワー的にヒット、キントーン、全開覚醒、ゴック、で、ブルーベジットで来るんじゃないかな、とは思ってるんですよね。どうかな？はい、お願い。そうですね。はい。なるほど。お互い、攻撃が一度入れば、終わり。そんなパーティーですね。楽しみだ。はい、決まってくれ。ナイスナイス、すきやり。これは美味しいですね。一度攻撃が入ってしまえば、まあ、がっつりと体力を削ることはできるんでね、このパーティーは。まさか木染め潜って初戦がミラーやとは思わなかったわ。びっくり仰天。たまこちゃんですね。よいしょ。さあ、体力6割削っていく。ありがたいですね。相手もね、分かってるんですよね。それは分かってるとは思うんやけど、やべえ、これ、迂闊に近づけねえってなるんですよ。さすがに。だから、お互い結構緊張状態が続く。やべえ。おい、こんな緊張する対決ないぞ。やべえ、すげえ緊張する。攻撃食らえへん。どうする？あー、怖っ。よう打撃キャンセルで突っ込んでくれんね。 OK。 とりあえず相手のバニシングを削って削ってして、どうだ。イエス。通常で特殊圧でしっかり4ダメージ上げて、プラス気力も回復。タックルは止められていく。まあこれはしょうがない、別に構わへん。うん、痛いけどね。もちろん痛いけど、ただこれ特殊圧でまた回復できるんで、回復して。やべえ、すげえ緊張するこの対決。お互い、うわー、入っていく入っていく。よし、変身して。さあ、どうする？ OK、 そっちか。じゃあ富士見向こうでしっかりとほふらしてもらう。ゲゲガーズでしっかり落としきっていこう。こういうことなんだよな。一回攻撃が入っちゃうと、マジでもうこういうことになっちゃうから、たまりゃあせん。ターゲット排除。危な。うわー、マジか。やべえ。これマジで、ほんまに普通に逆転あるからな。一体普通に落としても。いやー、やべえ。こんなにヒリヒリする試合は、久しぶりやな。まあでも直近で実況した大会もめちゃくちゃ緊張したからあれやけどいやー、死ぬか。死にはせんと思う。これ究極圧打ってくるなら、こっちやな。うん、多分落ちひんと思う。ギリ耐えると思う。俺のダメ感を信じてくれ。
さあ、頼むぞ。耐えろよ。OK。ナイス。いや、怖え。マジで怖え。うわ、突っ込んでくる。耐えてほしいな。いやーこれは申し訳ない。いやお互いほんま傷めパーティーミラーでマジで楽しい試合になるとは思ってたけど、まさか呼んでしまうとは。申し訳ない。マジでメインで見て、マジですまん。はい、タックル入るな。あ、じゃあこれで打撃で落ちかな。はい、いや申し訳ない。オッケーオッケー、楽しかった。はい、マッチングしました。再生パーティーか、再生パーティーか、大事なことなので2回言いましたけども、再生パーティーか、再生パーティーか。お、ツイートされていく。なんだ、公式ツイッターかな。あー、これでいくか。いやー、こう再生パーティーに対してどうやって戦っていくかなんだよな。マジで頑張らないと、頑張らないと。さあ、まあブーですよね、問題は。ほんまに縛られてそのまま落としきられちゃうっていうのがほんまにきついので、どうするかっていう感じなんですよね。 OK。 あー、ダメ。よく見て、うわー、うめえ。ギャーギャース OK。 ようやく入っていく。厳しいぞ、頑張れ。オーケー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 、削れ削れ削れ。はい、単発止め、変身するか。びっくりマーク出てるけど、これタックルちゃうやろ。あ、タックルか。いやマジか。いやーこれは参った、マジで参った。どうする。うわきついっすね。ちょっとここライジング読めれば結構美味しいかなとは思うんやけど。あ、ダメか。いやこれあれちゃう。負ける時も勝つ時も早いですねの負けるパターンじゃないこれ、もしかして。はい、美味しい。これは OK。 ライジング耐えたんむちゃくちゃでかいな。ライジング特殊でいこうか。オーケー、赤色を落としたんめちゃくちゃでかいんじゃない。はい、いやーでかいぞ、でっかいでっかいでっかいの、でっかい道はでっかい道。ただ油断できないのが、魔人ブーがほぼ体力満タンで残ってるっていうお話ですよね。単発オッケー。いやヒットと変身ベジットがマジで自利品やから、これで変身ベジット落ちるでしょ。いや攻撃さえ入れることができればワンチャンある。うん、いや体力満タン。うわー、マジか。よう見ましたね。あ、これこれあれですね、負ける時も早いパティーンですね。はい、パーティーですね。まあ究極打つしかないけど、打つか。まあでもこれほぼ負け。いやでもライジングが、まあ、あと3つでたまるんで、諦めなければなんとやらっていう感じかもしれへん。どんぐらい入るこれ覚醒ブーに。あー硬いな、硬いな。やっぱうわマジか。これは無理か。落ちる。うわーん、落ちていく。対戦ありがとうございました。
はい、マッチングしました。合体戦士パーティー。相手がどんなパーティーだろうが、黄色、黄色、青なんでね、こっちは。はい。よろしくお願いします。やってっか。さあ、まあ、合体戦士パーティーもあれなんですよ、やらがいんですよね。結構やらがいキャラクターが多いんで、マジで攻撃入れてしまえば OK。 だから初戦の木染めパーティーみたいに、相手の攻撃もらったらやばいし、こっちの攻撃与えたらでかいしみたいな感じですね。はい、よいしょ、もう一丁単発で止めていく、しっかりと OK。 うん、あー合わせられていく、やるね、 966OK、 よし。さあ、タックルをしっかり読んでいく、ナイス OK。 これ美味しいけど、まあそのまま殴っていくか。はい、くれ、よーし、ナイスナイス。いや、これですよ。こっちの攻撃が入ればこんなもんなんで。おお、突っ込んでくる。オッケー、おい、マジかよ、折っちゃうよ。はい、よいしょ。でこれ究極アーツまで入れちゃうか。はい、特殊アーツ2枚積んで特殊アーツ2枚積んで、で究極アーツ打っていくと。落ちるかな。どうだ。いやー、強え。たまらん。たまらん、たまらん。やばすぎー。わー。一連でね、回避を無練習したいなーと思ってるんやけど、無理やなー。射撃。うん、どうや、ドラゴンボール1個壊したけどね、今ので気絶入ったらきつい。よし、これね、パイクーハンで体力上げてるからだいぶね硬いし強いんですよ。うん、もう一丁、よし、入っていく。じゃあこれ必殺アースでライジング溜めつつ落とし切っていくと。まあライジングやな。はい、いいぞ、特殊アーツでいこうか。これ当たれば勝ちやもんね。はい、よーし。いや、マジで楽しい木染めパーティーマジで楽しいよ。さあ、お願いします。合体戦士パーティー、まあ合体戦士パーティーにはこの選出なんだよな、っていうかどのパーティーにもこれやけどお願いします。さあ、お願いします。まあ、相手の変身ゴテンクス、うわ、うまうまい、それドンピシャやな。相手の変身ゴテンクスの火力をしっかりとどっかで吸ってあげないと厳しいんで。いや、見てこれ相手に攻撃許してしまうとこうなるからねこれがたまらんのよな、これがたまらん。生きててよかったーってなる。特殊アーツこれわからんから、うわー、マジか、タックルか、通常で返されていく。どうしようこれ、バニシング回復した、早いね、バニシング回復入るね。よーし、じゃあ変身してさらに火力上げといてって感じかな。いいぞ、いや攻撃さえ入っちゃえばこっちの木染めの Z アビリティでむちゃくちゃ火力上がってるから危な。 OK、 即アーツ、打撃アーツ、落ちちゃうよ、あ落ちていく、これはでかい。イエスイエス、さあ楽しもうじゃないか散々やってくれたね、先手取ってくれたね、よう。さあさあさあ、あこれ必殺アーツで落としきろう、交代禁止なんで。はい、うわマジか、
まあでもあと1体なんで、でしかもライジングも溜まってるから多分いけると思います。さすがに。ただ油断できひん、相手射撃アーマー持ってるから、マジでバニシング削ったとしてもドンピシャで合わされちゃうと厳しいんで、うん、落ちないでしょう。はい、射撃で牽制。はい、よーし、これはヒットの究極で落ちそうじゃない。クリティカル入ればいけそう。いくぜ、ガシャ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 、オラ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 、ナイス、威力高すぎ、楽しすぎるこのパーティー。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は木染めパーティーにリミテッドベジットブルーを採用して使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。うん、こいつはね非常に優秀ですね。で、木染めパーティーのその Z アビリティの恩恵をあまり受けれないとしてもやっぱ火力が出ちゃう、そういうキャラクターにはなってるので、非常にこう単色染めとかに、有効なキャラクターになってるんじゃないかなと思います。まあ、ほんまに勝つのも負けるのもむちゃくちゃ早かったでしょこれね、ほんま使ってて楽しいんですよ。使っててむちゃくちゃ楽しいんで、すごいおすすめになってます。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるので、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。You're alone. This girl's a wonder.